こんにちは。本当やね、頭殴る。いや岩井さんすごいですよ。逆じゃない？岩井さん頭フリーザの第三形態みたいになってるよ。はい、ということで、はい、今回こちらを購入いたしました。はい、ジャンピングホッパー、開けていきます。もうこういうのはまあ開けます。あ、今はそんな死ぬものいらない、もったいぶらないで言いました。時間です。ジャンピングホッパーとは、あ、サポーターあるやん。あ、あるやん。あ、サポーターあるやん。あるやん。助かる。こういうやつでーす。ビヨンビヨンでーす。はい、でこれなんか結構言ってたジャンピングホッパーさ、動画で調べたけど、うん、なんかちゃんと乗りこなしてる人が一人もいないんだ。そうね、結構乗ってわーわーわー開いてーで終わる動画ばっかだったから乗りこなそうぜ。外国人さんすごいね。なんとこれ2セット買いました。2セット買いました。怖えね。怖いかな。重そうじゃんこれ。あ、重っ。重っ。あ、確かにやば。重さでビビるかもしれない。あ、まあ死ぬもの言わずこれ持っていきます。はい、持っていきましょう。はい、行きましょう。はい、それじゃあやっていきましょう。はい、胸押し人体。皆さん膝に爆弾かけとっけんですね。これ左右あるのかな。下めっちゃ濡れてる。下めっちゃ濡れてる。おけつびしょ濡れや。いや、思ったより思ったよりゆるゆるだ。ゆるゆる、はあ、マジで。あ、それゴルフの靴ね。そうそういうシステムかと思った今。ゴルフシューズ。どうか。よしよし。あ、結構固定されてる。いや、浮いてるもんだって足。マジで。うー、どうなるんだろう。ちょっと撮って、キム撮って。あはは、岩井さん今何もできんな。はい、撮って。もうケツの濡れよって。うし、うし、はよ。重っ。重いっすか。重っ、これ小鹿。生まれたての小鹿みたいなやつ。来い、無理。いきますよ、せーの。あ、いけたいけた、いけた。おお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 あれ。おお、来た来た来た。もっと飛ばんと。下がやわいけんじゃないですか。やっぱコンクリートぐらい。思ったより飛ばん。てか、ゆるゆるなのが気になる。チャナナナ。なんか思ってたのと違います。もっと飛ぶって思いよった。でも一回転してましたよね。お前。いや、ゆるゆるなんだよこれ。胸押しの方なんかカチッとはま、いや、あ、でも隙間は、あのね、これを開閉でなんか足の幅多分合わせるっぽい。さあ、胸押さん膝マジ気をつけてくださいよ。はいよ。めっちゃ、やさ見て。これどうやって立つの。あ、こう立てばいいの。おお、お胸さん手足が長いからいける。わっ、置いた。全然飛んでないですよ。そんな。めっちゃ疲れてますやん。めっちゃしんどい。ただ立てるね。あ、た、皆さん立つことはできる。生まれたての小鹿。これ多分慣れてきてる。それで、それなんすか。ヨナさん、ヨナさん、ヨナさん見て。広げりゃいいんだ。ああ、そういうこと。これ無理やけど。まない力が、はい、
ちゃんと下にグンって伝わんない。ああ逃げてる。そうそう、ちゃんと伝わったら飛ぶよね、うん、重さがドーンって。はい、護者来た。さあ要介護者が一人増えた。さあ生まれたての小鹿が自分が立てる。マジか、すげえ立てる。せーの。無理なんで？なんで？前回じゃない、フルオープンや。それは確かに面白か。おいじゃあずっと入っとったから。あ、ちょっとあんじゃない。いけるそれ。いけるいける。せーの。もう途中からヨネ見捨てたやん今。何見捨てたやん。せーの。はい、右足だけです。よしよしよし。おい、おお、見がる。あー、これあいい、わ、面白い。あー、筋力あるのいいな。上手や。でもあんま飛ばんよね、思ったより。飛んでないこれ。そんな飛んでないっちゃ。これアスファルトかな。アスファルトが飛ぶのかな。山かろうが。あ、でもそれ言えてかもね。土だと吸収されて。あ、キム上手。あの人なん。怪しさ。じゃあ最後キム表彰中。表彰。じゃあ体力残しとって。きつい。おお、キム飛べるね。いや土だからだろうね。ああ。じゃあもう下かって言ったけど絶対できらんねえと。トクちゃん無理っぽいな。これね、多分この3人、あ、ユッキーいけるな。ユッキーもなんかようわからん感じやね、ユッキー。これ体力がもうだ。筋力が筋力が持って。よっかけ、はい。ちょっともう頼み方って、あ、じゃあじゃあじゃあ。おっ、おっ、はい。カエルみたいな。カエルみたいな。押したら後ろに倒れんか。こういうこと、こういうこと、こういうこと。ああ、なるほど。正解ですよ。ちょっと柔らかいかもしれない。あっ、おお、飛べるよ。空飛んでるよ俺。空飛んでないかい。こけんでよ。早い。めっちゃ速い。めっちゃ速かった。おい、うちやっぱ柔らかいですか。柔らかい、全然違う。怪しい人だな、ほんと。調子乗ったらこけるぞ。これも川にボーンって。やっぱあっちの方が柔らかそうですね。うん、曲がってるね、グニューって。グダイさんの体重が重いのか。あ、今ちょっとつまずいた。あ、危ない。もう死ね。いや、しんどい、これしんどいわ。これてくんのきっちりぞ。足つりそう、取って。チーパー取るから余計か。めいや、楽しいわ、めっちゃ楽しい。我こそはっていう人がすればいいと思う。マジ、ほんと我こそはの人よね、これ。
これで、あ、なるほどね、そういうことね、ね、幅が決めれるやつ、それ方向と我こそ我がやっても多分無理と思う、無理と思うかな。俺も意外といけるかなとかちょっと内緒思っとったけど、俺と宗男くん小中体操部やったけどさ、回る系得意やもんね、うん、だけん体操系の人はすぐできると思ってやったけど、うん、無理やったけど、ね、これ大概無理と思う、大概の人相当難しい。いやでも高校の時やったらもしかしたらいけとったかもしれん、筋力がしっかりあって、そうね、体力あったらね、うん、あとアスファルトでビビらん走行だったらいけると、うんうん、そしたらもっと跳ねると思う。これ吸収されてるっていうの、うん、無理です。欲しい人こちらまで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。不甲斐ない、惨敗、惨敗でした、すいませんでした、はい、ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、リオリチャンネルはこちらになってます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。